諸国ラクダです。北アフリカとアジア南西部に住み、砂漠の長い旅に適して、足の裏は平たくて柔らかく、砂の中に沈まないようになっています。コブの中には水が入っていると昔から信じられてきましたが、実は中身は脂肪で、食料がないときは栄養源としているのです。近くにシロウリックスがいます。北アフリカ砂漠地帯に住むシロウリックスは牛科の動物。緩くカーブした細長い角は長さ 1.2 メートルにもなります。